改めまして、神谷博史です。はい、モスモス。小野大輔です、モス。では、リスナーから届いたふつふつを紹介していきまーす。はいよー。リアネーム、みおさんからいただきました。神谷さん、小野さん、こんばんは。いつも楽しく聞かせていただいています。まあまあ、ところで、昨日、雑誌のインタビューで読んでて気になったんですが、うん、小野さんって妹さんいらっしゃったんですか？今まで小野さんのラジオをいろいろ聞いていますが、お兄さんの話しか聞いたことがなかったのでびっくりしました。それとも記者さんの間違いですか？うん、でも、こんなこと間違えるとも思えないですし、実際はどうなんでしょうか？とのことです。いません。あれ、いないの？小野太鼓。いない何そのネーミングセンス、うちの親のあ、いないんだなんで大輔の次だから、うん、大子で、うん、書いちゃえっつって、うん、いません。あ、いないんだ。残念ですね。なんでだろう。わかんないけど、なんかの雑誌に書いてあったのかね。あ、間違っちゃったのかな、うん、お兄さんしかいないでしょ。お兄さんしかいないです。うちは二人兄弟です。ね、妹、まあまあ、うちの犬はメスですけどね。それかな？いや、妹って、間違っても妹とは言わないですよ。ボンでしょ？ボンです。はい。ボンのことじゃない？ボンじゃないと思います。ボンちゃん。ボンちゃんね、ボンちゃんこの間帰ったらすぐ臭かったです。ぬいだからしょうがないね。ぬいだから。妹なぁ。妹欲しい？え？妹欲しいですか？妹はね、そう、それと勘違いしたのかもしれないと思ったんですけど、妹欲しいですね。ああ、そういう話をしたの？したわけじゃない。だいぶ前ですけどね、それは。妹、憧れじゃないですか、やっぱり。どうなんだろうな、やっぱり実際いる人の話を聞くと、うん、まああんまりいいもんじゃないよっていうふうに言うじゃないみんな。そうそうそう、みんな。そりゃさ、なんか例えば、うん、リビングで今こういうテレビあるじゃない、うん、テレビこうやって僕が見てるときに、うん、こっからさ、もう視覚的だな。今バスタオルを胸に巻いた。はい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 。ドアから。お兄ちゃん、それ取ってそれみたいな。うわぁ、って言ってこうやって、バスタオルここまでなのに、こういう風にやって、もう、ああ、こういう。尻が、今、床に落ちているものを拾おうとして、バスタオルから。尻が。みたいなシチュエーションに憧れてるわけ？ねえよ。じゃあ、どんな妹なんだよ。それ以外考えらんねえじゃん、だって。妹？はい。いや、もうあれに決まってるじゃないですか。何？僕のことを、ニーニって呼んでくれる。お前それ最高俺はちょっと押し入れの中に入ったりして、ちょっとは女の子と仲良くなった。そう、一日の終わりにね。でしょ。そう、毎日聞いてくる、うん、あいつね。そう、押し入れのプラネタリウムを見てたら、私も見たいっつってガラッつって入ってくる、ね、じゃあやめろよっつってだろ。うん、そういうタイプの妹。そう、それいいねですよね。全肯定なぜなら俺たちがやってるゲームの話だから珍しく小野くんの意見に全肯定。そうですよね、はい、はい。それいいです、うん、どうよ進んだ。いや、まだ田中薫ですね。田中薫ですか、はい。だってあれ一つのルート行くと潰されちゃうじゃないですか、他のルートが。そうなんだよね。行動がね、限られちゃうじゃないですか。そうなのなんてことだと。ああ、だからあの一回やって、そのあのこっちのキャラが出ちゃうと田中薫に行けないっていう選択肢があるわけじゃないですか。で、やっぱりあのこっちのキャラはもういいやっつって、そっちのルートは行かないようにっていうのを繰り返しながら今進んでますけども、なかなかね。いや、あれね、薫はね、ん、切ないんですよ。何が切ないかっていうと、うん、なんか疎遠になっちゃうとさ、うん、憧れ、好き、憧れ、疎遠、うん、あ、疎遠ある。疎遠になるとさ、うん、本当に切ないよ。あ、そうなんですか。まだないですね、疎遠には。もう、うん、疎遠になっちゃってるけれども、うん、もう選択肢がその疎遠になった人しか出ない。ああ。っていうシチュエーションになった時に、もうしょうがないから選んでみっかな、つって選んでみると、うんうん、なんかさ、他の男とイチャイチャしてたりすんだよね。あと声かけても無視されたりすんの。そりゃ、妹行くわ。もうそりゃ切ないったらありゃしなくて、うん、もう下手するとさ、うん、1日の行動が疎遠の人しかできない時もある、うん、進めていくと。切なすぎる。もう切なくて1日1回しか行動できなくて、もうずっと時間を進める。あ、1個だけ出た。あ、疎遠になったあの子だ。年下の男の子と一緒に帰っている。もう押し入れに帰ろうみたいな。で、落とせたんですか、一流の彼女は。はい
はい、今日一番の笑みだ。はい、ニッコニコしてるわこの人。はい、ぽっちゃり幼馴染を落としましたか。さすがです。はい、僕も頑張って、もう初心忘れないで、はい、浮気もせず。さすがですか。はい、あ、そうですか。まあ一人目はそこに行こうかなと。幼馴染属性好きなのでね。うん、あ、次は誰行くんですか。次はね、どうしようかな。俺ナズカちゃん好きなんだよな。もう待って待って、もうなんかごっちゃになってる。何が。今ナズカちゃんって言ったよね。え、言いました。言いました言いました。ああ、なんだろう、モノローグが漏れちゃったみたいなこと。うかつすぎるわ。好きなんだよな。うーん、いや俺もやっぱでもサトリナのキャラ。サトリナ、ね、花町かおるを。サトリナね。サドリナもいいよね。でも床なさ、だってお前さ、あ、サドリナさ、こうやってさ、ここに座ってくんだぜ。だから寒いから視覚的すぎるって言ってるじゃん。膝の上にね、お前どけよって言っても嫌だって言うんだよ。ほんとそんなこと言われたらさ、お前後ろから抱きしめるに決まってんだろ。ねえねえ、このだってどうやって一緒に帰るわけ。それも嫌だっつったってさ、もうギュッてなって、その後お前言えないよ。言えないよ、それは。それは言えないよ。ここでは言えないよ。そういう展開になるに決まってんじゃん、本来なら。うん。もううまいことなんか次の人がなっちゃうのね。どうなって終わったの。どうやって一緒に帰ったわけみたいな。普通に帰ってるよ。そんなの。そうかなぁ。いや、僕はもうあのゲームちょっとやって思ったんですけども、付き合うまでにちょっと注意しすぎじゃない、はい、ちょっと付き合う前にさ、随分注意しちゃってんだよ、あいつら。甘噛んでるしね。おい、かなりお前接触厳しいんじゃないですか、ちょっとそれは。あんなに触れ合っちゃダメだと。触れ合ってますよ、お前。あんなんでお前、付き合ってませんって言われた日にはもう、二度と押し入れから出てきませんよ、僕は。何勘違いしてんのって言われた日には。もう無理ですよ。だってお前あの時言ってもうポッキーゲームでチューしたじゃん的な。やり込みめちゃめちゃやってるじゃないですか。だってお前サトリナだってさ、ほっぺにチューしたりとか混ざってるから、ほら混ざってるから。あれ、マシュマロ来てる。まあ、はい、僕もじゃあもっとプレイしますね。してやり込みますね。してはい。ただやっぱ一言言えるのは、やっぱ妹がいるいないってよりは妹を持ってはダメだと思いますね、僕たちはね。あれ、妹の話からスタートした。そうですよ。そうだ、忘れてた。ちょっとエキサイトしちゃった。はい、でも、うん、ニーニーって呼ばれたい。ニーニーなぁ、ミャーニーな、ミャーニーな、ミャーニーな。この話終わらせた方がいいんだな。引き続き皆さんからのツストをお待ちしております。